はい、じゃあ。リーの分析をしていきます。で、今までの姿勢分析と違って、少しね、動きを見ていかないといけないので、まあ、どっから動き出すかとか、あるいは、上半身と下半身の動き出すタイミングの違いとか、いろいろ、こう、時間的にあまりじっくり見てられないうちに通り過ぎるということもあるので、まあ、よく観察をします。で、まあ、その中でも、最初はね、寝返りでやりますけど、影響を受けるのはやっぱり開始姿勢と終了姿勢っていうのをよく見ておかないと、特に開始姿勢は次の運動動作に非常に影響を与えるので、まあ、寝返りの場合だったら、仰向け姿勢ですね、を分析しておくということが重要になります。で、アントニーの場合は、もう一回思い出すためにいろいろね、分析してみると、まあ、体幹は、そんなに非対称はないんだけど、まあ、寝ていく動作の影響も受けるんですけど、まあ、見てみると、少し右足が外旋位にあって、最初にね、一番最初に針貝分析した時に、足の持ち方のところでね、出てもらったから覚えてるかもしれませんけど、少し膝が、この体格にしては外旋しないでこうピンと突っ張ってるような要素があって、そして肩峰がちょっとこう、天井側に出てるね。左右の足で言うと、2回目に鮎川君が分析したところで言うと、左足を上げるときに、ちょっと突っ張ってて、右の骨盤を動かすと少し左が上がりやすくなるっていう。覚えてますか？そういうのやりましたね。膝立て位で骨盤を評価して、左側に、右側の骨盤にしっかりウェイトが移るようにすると、左足が、SLR が軽く上がるようになった。あれアントニーだよね。それを思い出してください。ただ重さとかそういうトーンで言うと、右足を僕が上げていった時の方がすごい重さを感じてたので、骨盤はやっぱり左足を上げる時に右に骨盤をこう乗りにくくて、右の体幹とか股関節周囲のこう動きとか支えっていうのが少しこう問題かなっていう話を思い出してね。まあ、そういう視点でもう一回見てみましょう。片足ずつ SLR してみる。この時に左足が外側に少し倒れる要素があって、右の骨盤が上に上がってくる。はい、下ろす。右足。こっちの方が SLR の角度的にも上がるし、外側行かずにまっすぐ上がってくる。そういう評価でいいですかね。だんだん皆さん下ろしてください。皆さんもそういうね、視点でだんだん見れるように。で、一回、両足上げてもらうと、ちょっと胸郭のこちら側がこう少し、胸郭下端が、ここね、ここが上がったように見えるので、まあ、右の骨盤周囲体幹の弱さと、もしかしたら上半身でこうやって止めてるかな、肩峰が前に出ていて、っていうことも考えられるので、上肢も見といた方がいいね。寝返りなんだから。どっちの手でもいいので、天井の方に前習え。そこから少しこう前凸して天井の方に手を出して。この時に本来であれば、こちら側の肋骨が下がって肩甲骨が前鋸筋の働きでこうスライドしてもらってね。で、外腹斜筋が働いて、ここが肋骨が下りて、こちら側が下がるっていうのが、まあ、正常なコンポーネントになると思います。はい、手一回下ろして。はい、反対。こっちの方がちょっと出やすい要素は。はい、下ろす。もう一回左。こっちの方が十分に出にくい。ので、はい、下ろします。そこで皆さんちょっと想像するわけね。
実際どうかはわかりませんけど、どっちに寝返るときに何が邪魔になる要素になるかっていうのと、どっちに寝返りやすいかっていうようなことを、まあ予測するわけです。当たんなくてもいいね。ただこの足上げるのが大変なんだとしたら、足から行ってこっちに寝返る人は、こっちに寝返るときに足がまずこう行きにくさがあるかもしれないね。運動の開始。で、上半身からこうやって寝返るんだったら、上半身からこう寝返るタイプの人だったら、右手の方がこう出やすいんで、もしかしたら左、やっぱり右側に寝返るのが大変かもしれない。かもしれないぐらいで、実際やって分析しないとわからないところがあるので、じゃあ、アントニー君、どっちでもいいので、側外横向き姿勢まで寝返ってください。足から行ったね。そうそうそう。はい、上向き戻って。はい、反対行きましょう。まあ、そうするとこっちの方がちょっと大変なのと、あと側外になった時にまだ側外に上半身なりきれてないのがわかります？後ろにこう、左肩があるね。はい、戻って、仰向け。で、もう一回左に行きましょうか。足から行って、上半身、肩甲骨とか上部体幹も側外までしっかり乗ってこれてるのがわかりますかね。まあ、そんな風にこう、そうするとまあちょっと予測した通り右側に寝返りにくいし、その一つの原因はもしかしたら足から行くんだったら、足を上げるときに、もうすでに右側の体幹とか、こう、上がりにくいし、右側が体幹が安定して、左の肩甲骨が前にしっかり出る。というのが難しいのかもしれないな、というのが、まあ、少し推測できるわけ。で、その辺を細かく見ていくために、アントニー君、真上に戻って、そして左端に寝てください。で、今は、このベッドの広さから、途中で支持面をこっち側にずらすっていう作業をしてましたよね。その時には少し体を持ち上げたり、いろいろ別の要素が入ってくるので、純粋に側外になるのを右側になるのだけ分析してみましょう。お願いします。右側に寝返りましょう。横向きまでね。そうすると足の重さを使うというより、ちょっと左足で地面を押して、右側に寝返っていく。で、途中からは上半身が前にできれないで、肩甲とか肩甲骨が後ろにあるまんまだね。はい、戻っていきましょうか。それ場所変えずにね、そのままゴロンと右側に行って、そのままゴロンと仰向けに戻って、そのために左端に行ったんだ。どうぞ。はい。そうそう。そりゃそうじゃん。左に寝返って落ちる。普通にスッと寝返って、スッと、そうそう、はい。はい、戻る。何回かやってみよう。はい、もう一回スーッと。いいよ、もっと早くやっていいです。はい。ゆっくりやる方が大変なの。指示が弱い人はね。はい。はい。こんな感じで、こう、支えて左半身を前に出すのが難しいので、ちょっと右に持っていって、引っ張って持ち上げてる。それでも足りないときは左足地面を押して、右側に側外になってるのわかります？まあ、その辺のところ、だから治療というか寝返りやすくするためには、体幹が働いて、まず左足が軽く上がるようにしてあげることと、側外になって、右向きの。で、膝を90度まで曲げてきてください。で、側外で、こうやってちょっと安定した姿勢。側外って前後に倒れやすい不安定な姿勢なので、この股関節から大腿のレバー部を前に作っておいてあげると前後に転がりにくくなるので、この姿勢で上半身の動きだけ少し評価もできるんですね。そこから右手を45度足膝の方に伸ばして、そうそう、そこ置いといてね。で、左手のつま先を自分の顎の方に向けて顔の前についてください。そうそうそう、これをね、ここにこうね。そしてこの肘をゆっくり重さで前に降りていってね。この
肋骨と肩甲骨の動きを見ていくと、拳1個ぐらいまだ地面まで、重さだけじゃいかないこの辺の前に出にくさがあるね。そしたら、今度は後ろにターンしてきてね。こっちこっち。そう。そして重さでこっちに降りてきて。そうするとこの辺の肋骨一本一本緩めて降りてくるのに、少し、もうちょっと降りてきてほしいなっていう感じがする。まあ、この辺は治療でもうちょっと改善してあげることで、すっともっと側外になりやすくなるかもしれない。いずれにしろ、でも今日は分析のところまでをやってください。いいですか。で、仰向けに戻って、戻るときも、よく分析してね、一回行って、で、戻ってきます。戻っていくときに、戻っていくときの問題、あんまりアントニー君はないけど、もっとゴローンとこう落ちるように戻ってこないとブレーキかけられない人もいるので、その辺も視点として見てね、ストップしてください。